よろしくお願いします。まず、髄膜腫という病気についてご説明申し上げます。なかなか、脳腫瘍っていう、頭の原発の腫瘍っていうのは少ないので、皆さんなかなか、馴染みがない方がいらっしゃるかもしれませんが、実は髄膜腫というのは最近の脳腫瘍統計を見ますと、最も多い腫瘍となっています。で、脳腫瘍のうちの半分は、この髄膜腫と、それから神経膠腫。これが占めてるわけですね。で、以前はこの神経膠腫の方が多かったんですけれども、最近、高齢化が進んでますので、この高齢者に多い脳腫瘍ということで、数が増えてきているという背景があります。で、ほぼほぼ良性の腫瘍であるんですが、悪性のものも少なからずありまして、悪性はまあ必ず再発する。で、良性でも全摘出できなければ、必ず再発します。で、再発した場合、どういう治療をするかということですけども、初回はこの手術をして取りに行くわけですけども、2回目の手術をするという場合もありますが、基本的には2回目の手術はあまり患者さんにとってもやりたくないという人も多いですし、そうなると放射線治療ということになるんですけど、ガンマナイフという治療法がメインになってきますが、これもおのずと限界があります。で、放射線当ててもダメな場合っていうのは、まだ保険承認されてませんけども、BNCT という非常に高線量の治療をする研究が今進められています。ただ、これもやっぱり限界があって、特に正常脳に対するダメージが蓄積するということで、認知症などの障害が発生するということが知られています。ですから、すべての治療において、この放射線というのはなるべく避けたい。というのが今の医療の流れになります。じゃあ、手術ができない、したくない、で、放射線も当てたくない、となると、治療法としては薬ということになるんですけれども、この髄膜腫に効く薬というのが実は今のところありません。なので、こういう薬を開発できたらいいなということを考えております。で、まず、良性髄膜腫の特徴について、お話し申し上げたいと思います。良性の髄膜腫と悪性の髄膜腫は何が違うかというと、癌なんかと違ってほぼほぼ転移することはないんですね。で、ただ、大きくなるのが早いか遅いかという、つまるところ、増殖能力が高いのか低いのかというところが、一番大きな違いになります。あと、脳に対する浸潤というのもあるわけですけども、一番はこの増殖能力になります。それから、他の腫瘍に見られない髄膜腫の特徴は、腫瘍の中に時々石灰化という石の塊みたいなのが見られることがあるんですね。これ、砂粒体という言い方をします。で、この砂粒体が、を見られる髄膜腫。良性腫瘍の、良性髄膜腫の中でも、砂粒体が多く見られるタイプは、特に成長が遅いというのが分かっています。で、これ CT を取ればすぐ分かるわけですけども、骨みたいに白くなった部分がたくさんある髄膜腫は、ほぼほぼ成長します。で、もう一つは、腫瘍の近くにある骨です。こういう具合に骨、これ骨なんですけど。ここの下に腫瘍があって、こういう場に腫瘍があって、骨がこの造成してくる。熱くなってくる。で、それがなぜ起こるのかっていうのを実は分かっておりません。で、石灰化というキーワードです。これに着目しますと、何らかのこの骨を作ったりとか、石灰化をきたすようなシグナルが何かこの髄膜腫に働いてるんではないかと。ということを考えました。で、もう一つは、この石灰化という現象は、
動脈硬化なんかも知られていますけれども、実はその細胞の老化であるということが言われています。ただ、この石灰化イコール細胞の老化であるということを髄膜腫で示した論文というのは実はなくて、漫然となんか都市伝説のように言われていたわけですね。ですので、まあ何か老化とも関係してるのかなということを証明できたらと考えております。で、まあ、本技術の特徴と従来の技術との比較をしますと、まあ、従来、脳腫瘍の薬物治療、まあ、腫瘍全般だと思いますけども、腫瘍細胞死を誘導することに主眼が置かれています。まあ、腫瘍を撲滅するということですね。で、本技術は、後で詳しいことはお話ししますけれども、同じ髄膜腫の中で良性と悪性の違いは、まあ一つは石灰化なんじゃないかということ。この現象に着目しまして、じゃあその石灰化の基準を解明できれば、そっちに誘導できるんではないかと考え、細胞死ではなく、細胞老化という、セネッセンスという現象を誘導することで、従来なかった薬剤を用いる治療の可能性を追求します。で、それに成功したわけです。ここからはちょっと実験のお話になります。先ほども申し上げましたけれども、石灰化に関わるシグナルは有名なものとして、この骨形成因子。ボーンモルフォロジックプロテイン、BMP という成長因子が知られています。で、特に石灰化に関わるものは、この BMP の2と4、2、4ですね、が関わると言われてまして、それが細胞膜にあるレセプター、BMPR1 と R2 に接着しまして、細胞室内のスマッドを活性化して、それが核の中に移動して、石灰化に関する遺伝子が発現するということが分かっています。で、この BMP のレセプターは実は髄膜腫にあるということが証明できました。これは、良性の髄膜腫を培養したものなんですけれども、経口免疫染色をしますと、BMP のレセプターの 1A、このように、はっきりとあるということがわかります。で、まあ、従来難しかった良性の髄膜腫のディッシュ上での培養にも僕は成功しましたので、それを用いて、まあ、ここは3つ出してありますけど、ほぼほぼ60種類ぐらいの細胞株を樹立することができましたので、それを用いて実験をしましたところ、この BMP のシグナルを抑制するこの K02288 という阻害剤があるんですけれども、これを作用させると、増殖能力が落ちるということが分かりました。当初はこういうことは全く予想していなくて、なぜ増殖能力が落ちるんだろうと思ったんですけども、まあ、ひょっとしてその良性だけかなと思って、次に悪性の髄膜腫のセルライン、市販されているもの、これですね。IOMD と HKBMA。それから私が樹立した悪性の髄膜腫の細胞株、MZ857M。この3種類を用いて、同じお薬を同じ濃度で使ってみました。そうすると、同じように、増殖能力が減少するということが分かる。まあ、大体半分ぐらいの増殖能力になるんですけども、これが面白かったのはですね、良性も悪性も同じ程度に増殖を抑制するという点です。で、まあ、増殖抑制がまあ分かった時点で、じゃあどういう方向に話を持っていこうかなと思って、まあ、ちょっといろいろ考えてる時期があって、なかなか実験が進まなかったんですけども、ある時ふと思いまして、この薬を長く作用させたらどうなるんだろうと思いました。実験をしてみました。
まあ、通常こういう阻害薬っていうのは数時間から数日で、お薬をウォッシュアウトして新たなメディアに変えるというのが一般的なやり方ですけども、これはですね、1ヶ月ずっとそのままにしています。で、メディアを変える場合はメディアに新しいお薬を同じ濃度で加えるということをしています。そうするとですね、この驚いたことに、悪性の髄膜腫で、悪性の髄膜腫っていうのはこういう具合にこう、わーって、増殖するんですけども、パターンレスで、どーっと増殖するんですけども、この薬をさせ、作用させていくと、中にこういう具合の芯ができてきて、それを取り巻くように細胞がこう集まっていく。パターンレスだったものがこういう形になっていって、最終的に、これアリザリンレッド染色なんですけど、この赤いところです。これ全部石灰化です。こういう形になってます。で、細胞を、石灰化させるっていうのは、骨芽細胞とか、破骨細胞を使った実験、発生学的な実験はあるんですけれど、この髄膜腫の細胞は、臨床上では、石灰化することがあるということは分かってるんですけど、こういったディッシュ上で、再現できたというのはないんです。まあ、おそらく世界初めてだと思います。で、まあ、この実験で思ったことは、従来、先ほどもお示ししましたけども、BMP を関するシグナルっていうのは、石灰化に関わってるわけですね。で、驚いたことに、この髄膜腫の細胞では、これがし、このシグナルが、この、活性化されるよりもむしろ K02288 という阻害薬を使ってこれを抑制することで石灰化が起こる。全く逆の現象が起こっているということが分かりました。ここまでのポイントをまとめます。髄膜腫とこのボーンモルフォロジックプロテインシグナルの関係は、石灰化に関わるこの BMP のシグナルが増殖を抑制している。で、これまで、培養ディッシュ上で髄膜腫に石灰化を誘導したという報告はありません。今回が初めてだと思います。しかも、この石灰化が見られないはずの悪性髄膜腫です。もう見たことはないです。臨床上でも見たことはないんですけど、それに石灰化を誘導できます。しかも増殖を抑制できます。で、良性、悪性に関わらず、BMP シグナルの抑制が、増殖を抑制していましたので、この違いは、良性と悪性は違うはずなんですけども、どうして同じ程度のこの増殖を抑制するんだろうっていうのが次の疑問として湧いてきました。まあ、その一つの仮説は、この BMP シグナルの上流因子の発現が異なるんじゃないか。ということを考えていろいろ検索を進めました。そこで、引っかかってきたのがこのグレム2という遺伝子になります。グレム2という遺伝子は実は BMP レセプターに、結合するということが分かっています。そして SMAD の活性化を制御しているということが分かっている遺伝子になります。で、じゃあ、グレム2との発現が、良性と悪性で違うんじゃないか、ということを考えて、発現解析をしてみました。これは、うちの研究室で手術を行ってサンプルを取っておいた87例の、臨床サンプルを用いて、発現を解析したものですけれども、この MIV-1 ラベリングインデックスというのが増殖能力を示します。大きくなればなるほど、早く増殖していった腫瘍細胞になります。で、7より少ないもの。これは、ほぼほぼ、再発せずに、良性であったものになります。で、それぞれの、このメッセンジャー RNA のレベルを、リアルタイム PCR で、発現を解析しますと、グレム2は、この、よく
増殖するものの方が、あまり増殖しないものに比べると明らかに発現が低いということが分かりました。で、良性の方を免疫染色してみますと、こうやって微慢性に染まってくる、茶色のところですね。こういったところ、血管のところは染まらないんですけど、こういったものから、ワールフォーメーションっていうんですけど、ここにこの紫色のやつがありますけど、これが石の原型ですね。石灰化の原型。で、砂粒体を作っていくであろうというところの周りにこのワールドを作ってくるんですけれども、ここの周囲に多く発現しています。でもこれ HE の染色で見るとこういう形です。全く同じところなんですけども、こういう感じで分布しています。で、これは先に示しました。このディッシュ状でのこの形です。これにそっくりなんです。なので、おそらく、やはりこの砂粒体の形成というのは、ここに芯ができて、それを取り巻くグレム2陽性の細胞が集まってきて、最終的に砂粒体になっていくということが予測されます。で、この臨床サンプルの解析結果のまとめですが、BMP シグナルを抑制するグレム2は、増殖能力が高い、いわゆる悪性では少ない。増殖能力が低い腫瘍、良性のものでは多く発現。これが、先ほどの、BMP シグナルを抑制する K02288 の、同じ程度で抑制する、増殖を抑制するということを説明する一つの要因ではないかと考えています。まあ、簡単に言いますと、増殖能力とグレム2の量は反比例しているわけですね。で、しかも、先ほど免疫染色で示しましたように、砂粒体の周囲にグレム2は発現してますので、もうこれは石灰化に何らかの関係をしているんではないかということを考えました。じゃあ、グレム2が少ない、増殖能力が高い悪性の髄膜腫にグレム2を増やすとどうなるかということを次の実験テーマとしました。これは IOMD、HKB-MM という悪性髄膜腫の市販されているセルラインになりますけれども、これにグレム2を強制発現させてみました。そうすると、この白い黒い点がグレム2発現細胞になるんですけども、増殖能力はこのように約半分以下になります。で、細胞周期を見てみますと、グレム2を強制発現することによって、このサブ G1 が増えているということがわかりました。サブ G1 は結局セルサイクルに入る前の準備段階で止まっているということになりますので、まあこの時点でおそらく細胞の老化、セネッセンスに傾いているんではないかと考えております。で、グレム2が増えて何が変わったのかということを次に網羅的に調べてみました。簡単に申しますと、これはメッセンジャー RNA を詳しく調べたものですけれども、セロトニンのレセプターの発現、抑制系のセロトニンのレセプターの発現が、グレム2が多い細胞に多く出ていて、トリプトファンの代謝がセロトニンを作る方向に傾いているということが分かります。で、一方で、グレム2が少ない悪性の細胞は、このトリプトファンのメタボリズムの中で、NAT と言われる、お酵素なんですけども、これのプロダクションの方向に傾いているということが分かりました。簡単に申しますと、トリプトファンは、大きく分けて、このセロトニンに、を産生する系と、このキヌレニンを介して、この NAD を作っていくパスウェイに大きく分かれます。で、この NAD は、後でも申しますが、このエネルギーを産生する TCA サイクルの重要な補酵素になってますので、これが増減することによって TCA サイクルが増減するということになります。簡単に申しますと、悪性の場合はこちらに傾いて NAD が増えて TCA サイクルがバンバン回って ATP がどんどんできてエネルギーができるよ。で、良性の場合は
セロトニンができて、かつ、セロトニンの抑制系のリセプターが増えてきますので、抑制系に働いて、つまり、細胞のこうアクティビティとしては下がるということがわかります。で、これは、私のディッシュ上でのデータでしたので、客観的なデータでもう一回示したいと思いまして、公共データベースに公開されている、髄膜腫の臨床データを拾ってきました。で、それを用いて、ちょうど中央値でグレム2が高く発現しているものと低く発現しているもので、比較してみますと、先ほど申し上げたように酸化的リン酸化のシグナルが、このグレム2が低い方が大きいと、遺伝子の発現が大きいということが分かりましたので、先ほどのディッシュのデータを公開データベースのデータを使って担保したということになります。まとめますと、これは最終段階になる、この代謝産物ですけれども、セロトニンは、この BMP をシグナルを阻害することによって増えます。一方で、BMP シグナルを阻害すると、この NAT が減りまして、エネルギーの ATP が減るということを証明することができます。で、最後になりますけれども、これはおそらく細胞の老化だろうということを考えておりました。で、しかも NAD っていうのは、細胞の老化の指標の一つですので、まずこれを証明しないといけないと考えました。で、セネッセンスというのは、定義としては細胞周期が停止した状態です。で、その assay をやってみたわけですけれども、この悪性髄膜腫2種類に K02288 を入れたり、グレム2を強制発現すると、この赤いのが増殖している細胞ですけれども、増殖が抑制されてきます。で、ベータガラクトシダーゼ染色。グリーンに染まっていると、老化細胞であるということを証明するやり方ですけれども、コントロールに比べて K02288 を比べると、このようにグリーンに染まってくる細胞がたくさん出てきますので、老化しているということを証明することができました。まとめです。悪性髄膜腫に K02288 を作用させたり、グレム2を増加させると BMP のシグナルがレセプターのレベルで阻害されます。その結果、バックグラウンドとしてトリプトファン代謝がセロトニン酸性の方に流れ、NAD、ATP が減少します。これによって悪性髄膜腫の細胞は増殖しなくなって老化の方向に傾き、最終的に石灰化をきたすわけです。ですから、この基準を利用した薬物利用、治療の開発は可能だと考えておりますので、今回発表させていただきました。ありがとうございました。で、想定される用途ですが、本技術の使用によって脳腫瘍の中で最も多い髄膜腫の治療方針が劇的に変わると思います。例えば、再増大した場合の治療方法と使用するケース。それから従来の治療が不可能なケース。腫瘍は見つかったんだけど、徐々に増大してるんだけど、経過観察だけ行われている場合。こういった場合に使える薬ではないかと考えています。実用化に向けた問題としては、インビトロで証明できたんですけれども、動物実験での検証がまだ未解決であるという点。それから動物実験でのデータを取得して人に適用していく場合の条件設定を行っていきたいと考えています。企業さんへの期待としては、マウスの接種実験の技術により、克服できると考えていますので、こういった技術を持つ共同研究を希望しています。また、最終的には脳腫瘍治療薬の開発中の企業、がんに対する新たな治療法開発分野への展開を考えている企業には、本技術の導入がかなり有効ではないかと考えていますので、よろしくお願いいたします。以上になります。